精神的な静けさを自然に身につけていくっていうのを、茶道の一番いいところであり、先人の知恵なんだろうなって実感はしています。和気静寂って言いますけれども、和はやはりこうお互いに和んでいること、和していること、敬はお互いに敬っていること、静っていうのはやっぱり清潔であること、茶室や道具もそうですけれども、心もまちり一つないクリアな状態であること。で、寂っていうのは、まあ、その先にある静けさ、心の静けさっていうことですよね。社会にお呼びする方のために1ヶ月、2ヶ月前からこう失礼を考えるっていうことだけではなく、突然来た方にも、まあ、常にそのような気持ちでお茶を出して、まあ、お茶を出しする。祖母って一つの型になると思うんですけれども、相手に対する礼儀とか大切に思う心、一つの共通言語っていうことなのかなって思います。お茶をいただくときに必ず隣の方にお先にっていうことを言うんですけれども、相手を気遣う気持ちが全体的なハーモニーを生み出すっていうことになるのかなと思います。10月に入りまして、ようやく涼しくなってまいりましたので、名残の月ということで、短い間ですが、楽しんでいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お菓子はどうぞお召し上がりください。室町時代って、茶道に関わらず、香道とか、あとは、立夏とかいろんなものがこう文化としてこう発生していった中に茶道もあって、でもその時にはこう手前っていうのではなくて、で裏で同胞衆っていう人たちが立てて、それをこうみんなで飲んでいたっていうことなんですけれども、それがだんだんこう時代の変化とともにわび茶になっていって、そこに利休さんが登場して今に通じるわび茶の基礎ができた。では一応お願いいたします。お花は今日は
ススキとコスモスとバレモコと、こちらの一巻張りになりまして、逍遥遊ぶと漢字で書かれておりますが、逍遥というのは、まあ、何にもとらわれないのびのびとした、境地で心楽しく遊ぶという意味になっております。イタリアの点が多かったことと思いますが、また機会がありましたらぜひお立ち寄りくださいませ。ありがとうございました。虚敬っていう言葉があるんですけれども、日常のあらゆる雑多の中でも心を静ませる時間を持つ、心が自然にこう静まるようにっていう、その、修行の方法の一つっていうことなんですけれども、その虚敬という言葉を聞いた時に、これはまさに茶道のことだなっ